こんにちは、中本博秋です。今回はですね、ペン字教室の、連綿、文字をこう続けて書く、連綿の練習とですね、これは富士3月号のですね、こういう富士っていう教習雑誌があるんですけども、3月号の、かな半紙1級から5級の、課題、これはこちらがそうなんですけども、この絵本和漢漏洩集なんですね。我が君は千代に、のんとこう書いてるんですけども、ここでですね、我が君は1、2、3、4、5、この5文字のですね、連綿の解説をしましょう。まず、書道ではですね、こういう古典の、臨書、こう見て、模倣して練習することを臨書って、臨書っていうのは望む、こういう字を書くんですけども、臨書っていうんですね。で、ペン習字も本来はですね、こういった、素晴らしいですね、時代が経過しても高く評価される、こういったもので勉強するのが、一番正しいんですね。それではですね、この和漢漏洩集の部分をですね、こう臨書してみましょう。これはこの中心の通り上を見てほしいんですね。ここはこう中心としますと、これが中心としますと、君書いてるんですね。このようにですね、ちょっとこれ「わ」が、11、これがこの部分が「わ」ですね。でこの部分が「か」です。「わ」が「き」「み」「わが君は」とこう書いてるんですね。今四角で囲いましたように、四角がまっすぐ一直線になってないですね。カーは少し右、これをですね、こうして、わが、き、み、わと、こういうふうにまっすぐに、まっすぐにこう書いてしまいますと、流れがなくなります。このように、少しこう、この字の中心に対して、この字は中心はこれんですね。この木の中心もこれんです。また、みで中心戻して、はは中心はちょっとずれてますね。これはですね、この「わが」と、こう、「か」を中心に書くしますと、この赤の部分のこの続ける線がですね、長くなっちゃうんですね。その続ける線を連綿線っていうんですけど、連綿線を短くするために、こう近くでこう書いちゃうと、次「き」も本当はこの辺に書きますと、和の中心から見るとこう右へずれてますけど、この連綿線を短くするとですね、これをキーをこう真下に書きますと、連綿線をここまで引っ張らないといけないんですね。これだけ連綿線が長くなります。できるだけ連綿線をですね、シンプルに、無駄な表現をしないようにしていきますと、おのずとこう「わ」はい「か」はもうすぐそばに、キーもですね、この中心までこう戻しますと、この線が長くなります。ですから、ここが、キーもこうシュッとすぐ近くにこう書いちゃう。こうしてですね、文字がですね、こういうふうにこうずれていく。こういう流れで受けるのが美しい連綿線なんですね。今日は、漏洩集のですね、一部のところで解説をしました。最後にですね、参考に、これは私が筆で臨書したものです。簡単ですけど、
これでワンポイントレッスン終わります。